はい。こんにちは。ああ、大変です。えー、本当だったら、ギャラクシーなんかが、いよいよこう、正式発表されましたんでね。そこら辺の情報もこう、話していきたいんですけども。まあ、スピード感を持って話していきたいんですけども。えーっと、ここ、1ヶ月の間に発表されたスマートフォンで追いかけきれてないものも、中にはあるので、今回はその話をというところで、 ビーボさんの新しいスマートフォンがですね、発表されていますので、こちらちょっと追いかけていこうと思います。iQ7。イクス。一言で言うんだったら、え i、ー、シャオミのミー11の、まあ、基本スペックのままに、さらに安くしたものというような感じですかね。うん。あの、スペック見ていただきたいんですけど、 結構スペックとしては、2021年のトレンド、まあトレンドと言ってもなんか一般的っていうよりはなんかもう最高方トレンドというかなんかまあちょっと矛盾してるんですけど、言い方としては。それを備えつつ安いっていうことですね。もう6万ちょいぐらいから変えてしまうものになってるので、これはすごいなっていうところと、まあ相 というもの自体がですね、まあ、ビーボさん自身、ちょっとまあ、ゲーミングというところも意識していたりするので、まあ、そこに、なんて言うんですかね、うん、ゲームがよりこう、プレイしやすいようにとか、そこらへん考えられたものも、えー、それなりに足されていると。ただ、その見た目的には、一般的なスマートフォンのようになっていると。 いう感じです。はい。まあまあ、あのスペックをね、ちょっと追いかけていこうと思いますけども、えー、6.62インチ、UKL ディスプレイですが、まあ、解像度こそフル HD プラスということですが、リフレッシュレートは 120Hz ですね。で、これはですね、なんか、また新しい言葉が出てきましたね。えっ、ー、と、タッチサンプリングレート 300Hz ということで最高峰なんですけど、瞬間タッチサンプリングレートということでは、 1000ヘルツということになっていて、ははーっていう感じですね。まあ瞬間というからには、あのー、まあ、そうね、一瞬の、えー、タッチも逃さないみたいなことなのかな。 まあ、ここら辺なんかがゲーミングに通じるところでしょう。またね、そのディスプレイに関しては、まあ、それこそ、まあ、コントラスト比であったりとか、そういったところも素晴らしいものになってます。もちろん HDR10 プラス対応とかね、そういったこともなってるんですが、もう一つが、えっと、感圧、感圧機能も備えてるっていうところですかね。他のゲーミングスマートフォンとかでもやってるところなんですけど、例えばその、 画面をこの分割して、こっち側とこっち側で感圧を分けられるんですが、一本の指で 2, 2個の機能を持てるってことですよ。普通にタッチした時はこの機能。タッチして押し込むとこの機能。みたいなことです。はい。なので、まあ今まではこうやって持ったりとかしてゲームをするときに、普通の親指、 それぞれタッチしますよね。プラス、この LR なんかで、まあ、いろいろこうやったりとか、もしくは人によってはこういう持ち方とかなんかいろいろあったと思いますけども、2本の指だけで、 4本の指分の操作ができるようになります、みたいなことですね。もちろんこれには慣れが必要かとは思いますけども、まあ、俺なんかからするとですね、えー、まあ、その音楽系のゲームをやったりしてる方の指の扱い方とか見てると、まあ、こういうものもすぐ慣れるんでしょみたいな感じはしますし、あ、とはモンハン系か。モンハン系もそうだし。 まあまあまあ、それぞれまあ自分の好きなですね、機能に割り当てたりとかっていう設定もできるっぽいですから、まあ自分の使いやすいようにカスタマイズできるということは、えまあ一般的なゲーマーというかですね、このおじさん世代にはちょっとね、ついていけない部分なんですけども、 いい機能なんじゃないかなっていう感じがしますね。あの、ゲーミングスマートフォンとして出ている、まあ、トップゲーミングスマホみたいなものの一部ではこういう機能も対応してきていたりしていて、それと同じようなものを、まあ、こうやっていあの、搭載するっていうことはですね、まあ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 、まあ、ゲーミングに、まあある程度の本気度を持っているというふうにも取れるかなっていう感じがしますね。で、そしてですね、 えっと、SOC なり、その下になりっていうところですけども、もちろんスナダラ888最高峰モデルということになりますし、えっ、ー、と、ラムがですね、8ギガと12ギガっていうところで容量的なところで、ちょっと不満はあるかもしれませんが、これは先日のですね、シャオミも発表していた、あの、ローパパ、ローパワー DDR5 の 6400Mbps 版なんですよ。うん、要はそのシャオミ曰く、 あの、同じローパワー DDR5 でも高品質のものです。ということなんですね。それをしっかり搭載してきてるっていうところ。ここはなんか素晴らしくないですか最高峰のものをやってきてる感があるのでね。で、さらにストレージに関しても、えー、UFS3.1 ということになっていて、企画上はかなり新しいものになっていますと。 なので、あの、データの、まあ、その伝送速度だったり、えー、まあ、そういったものを含めてこだわっているというところですよね。だから、ロードを短くとか、そういうことにも繋がってるでしょうし、なかなかいい、えー、作りに仕上がってるのかなと、スペック上は伺えるというところです。そしてですね、バッテリー。 これ4000ミリなので、若干そのフラグシップの中では少なめに見えるかとは思いますけども、その分充電速度、充電速度、うん、そうだね。その本体の充電スピードというところではめちゃくちゃ速いです。15分でフル充電。はい。あの、速度的にはですね、120ワットの優先充電に対応していて、もうバッテリーをですね、2個にしてるんですね。 2000ミリのものを2つ積んでいて、それぞれに同時に充電バーンってやりますっていうことなので、15分で満充電ということになっていたりします。これはですね、まあ日本のそのシャープもそうですし、えっと、その他の中華メーカーなんかも行ってきている方法だったりするんですけども、ビーボーさんもね、そういったところを真似して、 はい。できるだけその充電しているという、なんていうんですかね、ロスタイムみたいなものをなくすことを目指したというところであります。えっ、ー、と、カメラに関しては、うんなんか、それなりなかなっていうのが正直なところですかね。あの、メインカメラが4800万画素で、超広角で1300万画素。はい。そして、ポートレート用ということで1300万画素です。ま、広角ズームも含めて見ていても、 うんトップメーカーのカメラ押しスマートフォンにはやっぱり劣歩取るところかなっていう感じはするので、今言ったですね、ディスプレイだったりとか、えー、まあ、その、SOC なり、その他のラムやストレージというところの企画ですね。あとはその充電速度っていうところの、まあ、スマートフォンとしてなんかベースになっているところですか。そこを見て魅力に感じるかどうかかなという感じはしていたりします。 そんな感じですかね。それでいて、これで6万円からなので、だいぶ安いなという印象は持ってます。はい。で、発売自体がですね、あの、15日なので、この撮影している日ですね。うん。なかなかですよ。 で、あの、メーカーサイトに行くと、もっと詳しいことがわかるんですけど、まあ、構造とか設計っていう部分においても、なかなかあの気を使っている部分はあります。目に見えない部分でね。うん。あの、例えばその、スナドラ888に関しては、発熱に関して結構いろんな、あのー、検証のされ方がし、 うんなんだろうな、今出始めてるっていうところですよ。例えばその前に発表されていたシャアミのミー11に関しても早速分解されたりして、 その冷却構造なんかも見られていますよね。その効力、冷却性能の効力なんかも見られていたりします。砂ドラ888が結構発熱するというところで、じゃあミー11で施されている冷却構造というか冷却システムはいいのかどう,のどうなのかというところもやっていて、 こんだけその砂ドラ88たちが発熱するのに、ここまで抑えてるのは、21は結構すごいんじゃないか、なんていう記事も、私は見ていたりします。で、今回のこの IQ7 なんかはどうなのかっていうところですが、あの、冷却構造をしっかり、まあ、力を入れてることは、あの、B をとしてはアピールしていて、例えばその、 まあその冷却プレートとか入ってるじゃないですか。冷却構造の中にね。それでまあグラファイト構造とかそういうのもありますけど、冷却プレートでまずまあヒートシンク的なのを入れて冷やすみたいなね。ありますけど、そのプレートがめっちゃ大きいの入ってます。めっちゃ大きいの入ってます。あのスマートフォンではなかなかここまでの大きさのものを入れてこないんじゃないかっていうぐらい大きなものを入れてきてたりしていて、まあそれなりにビーボとして、えっと、冷却、 に対して力を入れているというアピールでもありつつ、反面、まあ、それだけ、砂ドラ888の、まあ、発熱っていうものが大きかったのかなっていう。うん、そうやって考える、うん、そうやって、うん、そういうふうにするしかなかったのかなっていうふうにも取れるんですけど、まあ、普通にやることはやってきてるかなというところですかね。あともう一つはですね、えっと、面白いところで、例えばその、ワンプラスなんかでマクラーレン、 持ってきたりとか、いろんなそのメーカーだったりとか、えー、ファッションブランドとのコラボ。あの、サムスンもギャラクシーで、えー、やってますよね。トム・ブラウンとやっていたりもしましたけども、今回このビーボさんはですね、BMW とコラボをしまして、この iQ7 で特別カラー版、BMW 版というものも用意していたりします。 まあ単純にデ,あのデザイン的にはですね、スリーストライプが入っているというぐらいのものが目に留まるんですけども、まあ BM ファンの方に、ね、<laughs> とってはちょっと気になるところかもしれませんね、うん。そこら辺はなかなか面白いところかなというふうには思っていたりします。さて。 こんなですね、アイクセブンが発表されていますけども、皆さんはどう思いましたでしょうか。まあちょっとね、ビーボっていうのは別にその日本にその正式参入してるわけでもないので、まああの一般的には全然その広まってるメーカーではないですけども、世界的なシェアなんかで見ると結構上位に入ってきてるメーカーであります。はい。まあ上位のメーカーといってももう今や、 アップルを除いてほとんどが韓国、中国ということになってきていてですね、それもちょっと寂しいなっていう感じはありつつも、まあそれだけですね、えー、切磋琢磨してるとも言えなくもないです。その中国メーカーは中国メーカーで、その中国国内での競争の激しさっていうのを、まあ、勝ち抜いてきているトップメーカーと、 いうことになりますからね。それなりに品質も担保されてるでしょうっていうふうに思いますし。まあそこのあたりはもう、うん、どれか使ってる人でしょう。うこのチャンネルに来てるのは。シャオミなり、ファーウェイなりもそうだし、レノボとかもそうだし。 それなりに使ってると思うので、あれなんですけど。まあそんな中でビーボっていうのは日本支社も作りましたなんて話もですね、動画に上げましたけども、そういう動きも見せていたりするので、まあその日本産にも今か今かとですね、俺自身はちょっと期待もしていたりするんですが、そんなメーカーから出てきている、まあ今年のですね、新しいスマートフォンというところで、この IQ 7まああのスペック上は、 スペック上はモリモリだぞというところですね。はい。あとはですね、まあ実際にこういうところで購入されて使ってコメントとかもくれる方々の見てると、とはいえそこまで品質良くないですみたいなことも聞くんですよね。このアイクシリーズなんかだったりするとね。 まあ、こう言うともう買うのに躊躇するという風になっちゃうかもしれませんが。まあでも、得てしてですね、中国系のメーカーっていうのは大体そんなところもあったりするし、まあ、どれだけそこに自分がその期待してるかって人それぞれなのであれなんですが。まあ、言えることとしては、スペック表情は最高峰のものを積んできている、えー、安めのスマートフォンだというところですね。そこを自分の中でどう測るかと。 というとこだと思います。もちろんその、15万円だ、20万円だっていうスマートフォンが高いと。うん。いうとこですが、果たして、そこからその、価格だけを追っていって、じゃあ、それよりも3分の1ぐらいの価格のものでも、スペック上は同じだけど、3分の1にしているメーカーが素晴らしいのかというと、うん必ずしもそうではない部分もあったりしますから、 そこのバランスをどうとって自分で選ぶかっていうところですよね。うん。要はそう。あのー、よく薬とかでもですね、同じような成分なのに、なぜかこう価格が分かれてると。じゃあどれを選んだらいいんですか高ければいいんですかそういうわけでもないと。かといって安いものを選んでもと。うん。真ん中を選ぶのが一番いいというような話もあったりします。はい。ね。そんな話を聞いたところで、この IQ7。 皆さんはどう思いますでしょうか俺なんかは安いんだから試しちゃってもいいんじゃないかなって思ったりもしますが、えー、まあまあまあちょっと、うーん心配も残りますよね。うん、これはもう得てして別にどのものでもバクシっぽい部分あるんですが、まあそれでも売れてきてるメーカーのものではあるので期待はしてもいいのかな期待はしてしまうなというところですかね。うん なかなかあの、面白いメーカーではありますから、頑張ってもらいたいです。はい。今後はですね、これから発売されるということなので、正式にね、それぞれちょっと海外の方で出てくる、ちょっとレビュー動画っていうのを個人的には、あの、追っかけていこうかなというふうには思っていたりします。はい。ということで、また見てな。バイバイ。